バー、すんばらしい技見つけましたよ。ちゃまくん、ドリブルと呼んでもいいかもしれない。はい、スパキャンニアコンでございます。スパキャンといえばね、この R1 と R2 を同時押ししながらスティックでドリブルしていくんだけどね、これやるとね、なんかキーパー、相手のディフェンスかすり抜けたりとか結構あるんですよ。それをやりながら、ニアコンしたいなって思うときに、この L1 を外すと、これだけ、この動きだけでスティック動かすと、それでこの動きができます。さあ見てみましょう。パン、まあこんな感じでやるよみたいな、まあディフェンスいないですけど、まあこんな感じね、スーパーキャンドリブルやりながら、やりたいときにニアコン R1 外す、 R1 外すみたいな感じで、ニアコンスティックでシュンシュンシュン行きたいところにニアコンみたいな感じね。でこれがね、メッシのいい感じのね、いい感じでこうな、3人に挟まれて抜いちゃう抜いちゃう抜いちゃう、でこれすごいでしょ。でイニエスタ2人をこうこうこうよ、もう思った通りにスンスン抜いていって、また一人来た、スン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 、ドカーン、いかがでしょうか。ペロペロパーペロペロパー、お邪魔くんです。ちょっと声がちっちゃいかな、スンスンパー、前髪こうじゃない、もっとこうでしょ、もっとこうね、はい、かわいこうちゃまということで、今日もウイルやっていきます。はい、なんかノーマルで弾けるやつないかな。スターエージェント、エニヤマ、リーグフランス、国籍アフリカ、そして長所のカード、セービング、これで黒 100% という話なんですけども、人によってはね、この長所のカードだけ星の数が関係するよって、星3つで総合値80以上黒確定みたいなの言ってますからね、それが本当かどうか試してみましょう。お願いします。1,2,3,4、 あ、本当だ、白だ、星一つだったら白だね。だからこれで狙い撃ちするときは星の数必要なんだ。ということで長所のカードだけ星の数3つを選んでください。パー。じゃあ早速いきましょう。あら、みんな契約切れちゃって、お金あるっけ、ちゃまくん。ないんですよと。しょうがないからここ使おう。いける。ルーカス・モウラ、あれ一人、あーやべえ、嫌な予感するけど、アラン・シビアでいける。おー間に合った。ここのチャマくんのスーパープレイをお見せしましょう。ここね、今ディビジョン2で見て、ほら、あと4連勝しないと、全勝しないと昇格ない。ちょっとハゲてきたよこれ。ほらハゲてない、ハゲをねうまいこと隠して、あー OK。 ということで負けられない戦い続きますから、ヨッホー19843来てる、負けらんないと。じゃあ冒頭でお伝えしたにスパキャンニアコン、ちゃまくんがおすすめするスパキャンニアコン、これを使っていきましょう。カバーにリードがマジでいいんだよな、モドリッチ。お願いします。皆さんこんにちは。本日はマンチェスターユナイテッド対バイエルンミュンヘン、オールドトラフォードよりお届けしてまいります。はい、昼間にしたままチャマくんです。お願いします。あ、メガネかけてないな。さあ、よろしくお願いします。はい、こんにちは。スパキャンからのニアコンね。まずファーストハーフ見ていきましょう。マンチェスターユナイテッド対バイエルンミュンヘン。さあ、ナナミさん、ありがとうございます。決まっていく、チャマ君のミラクルパスワークが決まっていったところでメガネをカチャ。さらに倍率ドンで実力がアップしております。勝てない。
バイエルンとしては最後ディフェンダーのアプローチが甘くなってしまいましたよね。まあでも相手のパスも見事でしたけどね。さあバイエルン、まだゲームの序盤ですが得点を許しています。チームとして試合の入り方があまり良くないんじゃないでしょうかね。それがこの失点に現れてしまいましたね。今のはもう自分でも分かってた、オフだって。ニコ生昨日やってね、いろいろ意見聞いたんですけどね、ウイニングイレブン、今はねウイニングイレブンのがメインの画面で、ワイプにチャマ君の顔、そんな感じでやってるんですけども、ウイはワイプでいいと、チャマ君見せてくれっていう意見ありましたけどね、それはいかがかしらと思いますね。逆にしてどうなのと、 これ YouTube の人にもね、ぜひね、ニコ生の人はぜひそうしてくれという意見ありましたけども、ニコ生の皆さんはそうだった、 YouTube の人たちはどうなの、それちょっとお暇でしたらコメントいただけたらと思っております。それでね、それによってね、 YouTube でもね、その動画上げてくれって言われるんだったらチャマ君上げますよ。おっとこれはどうした、ギリ無理、一人なんかシュシュシュって見えたからね、忍者みたいなやつが。あ、そんなでもギリギリだ、そいつだけ足引っ張ってる感じでもないんだな。なるほど、ディフェンスがちょっと雑になってるっていうね意見いただきましたね。チャマ君弱いよと、原因判明しました、コム戦のやりすぎです。15分が経過、前半です。マンチェスターユナイテッドが立ち上がりに、コム戦やりすぎて、あのね、とりあえず1点取って放置っていうのをやってたからね、そのとりあえず1点取っての時のディフェンスがね、もうめちゃめちゃ荒いの、どんどんプレスかけて、まあ、後ろにパス通されるのないからさ、コンピューターの乗るあのレベル低いから、それのね癖が残ってたんだと思うんですよね。だからね、良くないの。おお、何そのヒールパス、マジかよ。さあマンチェスターユナイテッド、もう一人行きたいんだけどな、そのパスの出し手の方に。もう1点取るとさらに楽になりますよね。そうですね、自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができると思います。なるほど、 OK、 取れ、お、出た、よし、はい、ややトゥーレ、はい、トースパキャン、ドリブル開始して L1 を離したり押したり、離したり押したり、これをねもっとね効果的に、あ、ダメダメ、右サイドへ振って、いきたいよね、おっとやめろ、抜け出しました。さあ今もいい守備ですよ、コースが空いたか、オッケー、あ、やばい、来たよ来たよ、ロッペン来たよ、ロッペンも結構みんな持ってるね、もうね、あ、やばい、そっちじゃないけどしょうがない、ややトゥーレ、はい、上がっていきます、裏のスペース、グリーズマン頑張れ、コンパニーだったら勝てんじゃないの、 OK、 さあここで奪う、コースが空いたか、ベンゼマ、今の蹴れたらな、ていうか無理してでも左で、右か左か、左で蹴ってほしかったね、終日だよあいつ、利き足に相当左に絶対な自信、決定的なチャンス、得点に結びつけることができませんでした。ベンゼマちゃん、はい、おいで、よし、こうだ、落としてスンからのボン、あー、またる、あ、ダメダメ、ちょっとニアコンね遊びすぎちゃってる、気持ちいいんだよニアコンって、ハゲてるハゲてるハゲてる、やばいやばい、気持ちいいからさ、いらないとこでやっちゃって変に取られちゃうとかあるから、それだけ気をつけて、ここでは使える、ここでは使えないっていうのを全部把握したいところだね。勝たないか、さすがにそれは。さあマルセロ追いかけていきます、相手はリベリア、快速ウイングが、おー、ロールで見せてくる、しかしそこはチャマ君3人ディフェンスいましたからね、これは問屋がスンスン問よということで、チャマ君ボールに早速なって、どういう攻めを見せていくのか、お、ベンゼマだ、これ無理でしょ、入った、エフェッテル、まさにエフェクト、チャマ君ホームエフェ、そして試合展開によるエフェクトもあるのかな、すべてを味方にして、チャマ君早くも3得点、あと1点取って安心したいところです。 OK、 ナイス、やばい、いや読んでたんだけどな、
止まる時あるよね。もうちょっと早く。スパキャンかな、これもしかして。キーパーにカーソル変えた後にスパキャンなんじゃないか。いや、今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。あ、ダメだ、まあ、ファーストコントロール、トラップからシュートまでの流れ、うん、ゴールのイメージ、はい、この辺がイメージ通りということでしょうね。ああ、ね、ここも多分スパキャンでトラップとか大事だと思うんだよな。さあ、バイエルン、流れを変える1点となるんでしょうか。ゴール。さあ、前半40分です。サイドのスペースを使います。あ、ベンゼマで奪ったか。落とせ。あー、落としすぎたな。もう一個手前でよかったのにな。グリーズマンで。レバンドフスキ、オッケー、オッケー。あー、パスがクソ。はい、呼んでる。縦にボールを繋いでいきます。さあ、ベンゼマ置きに行く。あ、無理。ここはもうパスじゃないね。パスじゃなくて他の選択肢のプレーの方が良かったろうな。ベンゼマちゃん、次はお仕事よろしくお願いします。シュートまでやり切ったことも評価できます。さあ、行きましょう。ラストプレーになるのか。前半、おお、シュート、あー、オッケー。あれ入った。ややつれパワーだわ。ややつれのパワー。今のは一応ややつれが決めたことになる。ありがとうございます。はいはい、はい、ありがとうございます。チャマ君 4-1。 ギブアップはしないだろう。どうやって決められたっけ。フライするかなんか決められたか。後半どうしよう。ベンゼマもうだいぶかな、だいぶ疲れちゃってるからアグエロに変えて。アグエロのねスパキャンドリブル、まあ、はげてるはげてるはげてる。マジで使える。ぜひおすすめよ。ドラマも十分にありえます。マンチェスターユナイテッドが3点リードで折り返します。さあ、セカンドハーフ見ていきましょう。お、通らない。アグエロ、ほら、あー、おっと、ファールね。なんかね、たまにね、すり抜けるときがあるんだよね、スパキャンドリブル。マジな話、これシュバイン出してないっけ。俺出すか、このタイミングで。シュバイン、あ、トッティいるか。トッティに無回転蹴らせる。決めちゃうよ、トッティ。47遠いか。あー、強すぎるか。だよね、無回転はかかってたり。あ、見せてくれないな。まあ確かにね、相手のフリーキック失敗なんてマジでどうでもいいからね。あの距離から無回転決めてたら見てくれたかもしんないけど。 OK、 アグエロ縦を使います。ほんとね、無理なねドリブルが結構いけちゃう気すんだよな。ボールはアグエロへ。ほら、なんかさ、なんかいけそうでしょ。なんかいけちゃいそうなのよ。スパキャンドリブルも スパキャンを押しっぱなしね。うわー、読んでたのに。キーパー、え、カバーニ、ファンペルシー、あいつ違うよね。ファンペルシーか、あれ。すごい、なんかフォワードいっぱいいる人はフォワードいっぱいいるよね。なんかアカウントによって決められてんのかな。 OK、 なんかな。あ、リベリからカバーニ。このさ、このアカウントはフォワード出やすいよとか。トッティ味方を走らせる。さあ、どうだ、1対1。強いですね、ここは。このボールはクリアです。今のはなし。さすがに無理。まだある。ややつれのドカンをね、俺は見たいんだよ。いいか、ややつれ。OK。あれ？カバーニ、今日は得点を挙げています。スルーパス。厳しい。あ、レバーか。シュートもあります。OK、ナイス。はあ、アグエロいい。あ、オフ。あ、ギリいった。
ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。これはね、きついよ。マンチェスターユナイテッドとしては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。ポン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 、あ、やばい、どうした、パスがずれ始めてる。なるほど、ファール、嘘でしょ、真正面から言ったらファール取られないっていうのが噂によるとあるらしいんだけど、ないのかな、嘘なのかな。パーパーパーでございます。嫌な位置です。直接狙える距離ではないでしょうか。ここで1点返しておきたいところです。直接、お、うわ、入る、回転かかってたね今。見してよ、見してくんないんだ。バイエルン、このゴールであと2点です。直接叩き込んできました。正確なキックを持ってますよね。蹴る前からゴールのイメージがあったんでしょうね。さあバイエルン、2点差に詰め寄りました、うん、ニアコンドリブルでなんかこう流れを止めます。スパキャンニアコンで、マンチェスターユナイテッド現在2点差をつけ、いいリズムでゲームを進めています。あー、決めてくれよ。ちょっと浮いちゃいましたね。今リードが頑張ってナイスなさパス出したんだから、トッティちゃん。用法1984、チャマ君の2個上ですね。アグエロ、おムンタリ、スパキャン、カバーニ、やばい、オッケー、このボールに触ります。マルセロ、無理、お、取った、アグエロ、いけ、ふわりとしたボール、うわ、面白い、あれ、さあ残り15分、縦にボールを送ります。やばい、今のはダメ、浮かせて裏を狙う、いや面白いな、最近四角にね頼りすぎてる傾向ある、ね、どうする、さあフリーダとボールは頑張れ、上げる、ドログバのシュート、ナイス、バイエルン、ビッグチャンス、いい、ドン、ものにできません、前出られた、今のチャンスをものにできれば1点差っていうシーンでしたからね、決めたかったですね。マルセロ、うわー、グリーズマン、グリーズマン、グリーズマン、いやペペには勝とうよ、オッケー、アグエロ、自分で行く、コースが空いたか、アグエロ、ずれなかった、今ずれてピッコロ、ニアコンからのシュート行きたかったんだけどね。誰に当ててくるのでしょうか。まだ甘いね。ていうかあそこでやる必要ないか。その前に打っとけば入ってたわ。エアトレがいるぞ。おーし。お。ちょっと合いませんでしたね。もう一人いる。行け。オッケー。早いパス回し。おお。このボール危険です。40分に戻れ、みんなで。ルーカス・モーラ、いいね。来ましたね。ここは落ち着いてキーパー戻した。これもリナスからのスルーパスをカットしました。そこにパス出したって、ね、その後の展開ないでしょ。後半残り5分を切りました。トッティ。マンチェスター・ユナイテッド、素早いパスで攻め上がっていきます。アグエロからのスーパースは通りませんでした。拾われましたよね。いいパスですね。フリーになった。いいドリブルですね、これね。アグエロ、アグエロのシュート。ピッコロニアコン。アディショナルタイムは3分という表示です。スパキャンからの一人で持っていく。ここは競り勝ちます。オッケー、マルセロ、縦にボールをつないでいきます。さあ抜け出した。さすがにパス通りすぎじゃないか。ここは読んでいました。おい、勝った、勝ったけど、いまいちスパキャンニアコンのこう個性というかね、見せれなかったか、まあもしくはマンチェスターユナイテッド、ちょっとイニエスタとかメッシとかそういう系のやっぱドリブル強い系の方がいいのかもしれません。でもスパキャンニアコン、これ L1。あ、違う、R1、R2 常に押しながら
スティックでドリブルしてニアコンしたいときに L1 離す、ニアコンしたいときに L1 離す、こんな感じでやっていきましょう。これをちゃまくんドリブルと呼びます。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。